己の道を行くだけだ。 必ず、この決戦必見。三成を討ち、太平の世を掴むのだ。俺が望むのは、家康様の築く太平。それを阻む者は撃つ。たとえ友だろうと。もうまた一つ。 手柄を上げる。これを狙う。敵将、討ち取った。左近は三成の速球。撃てば形勢はこちらに傾く。これで終わりだ。やれやれ、人気者は辛いね。 一旦引く。やるぞ。褒めて取らすのじゃ。もうまた一つ。もっと手柄を上げる。手を狙う。 敵将、討ち取った。よーくやった。この勢いに乗り勝利をつかもうぞ。 かかれ！東軍の連中、すべて打ち果たす。左近、修羅と化したか。だが、 彼も見える。撃つなら今だ。敵本陣に続く足場を取る。あえて守りの堅い砦を狙うのだ。義経にしては無謀な攻めだな。 どうか貸せよ。この砦は敵に渡してはならぬ。これで終わりだ。傷の手当てをして。 また暴れますよ。義経、読めたぞ。南の進行は陽動。敵の本命は北だ。本陣北に兵を回せ。 さすがだな、高虎。不自然の流れを見抜いたか。任せておけ。分かったのじゃ。分かったのじゃ。こう、また一つ。 出撃せよ。
進軍してくる敵に当たれ。これで終わりだ。約定通り毛利の西軍加担は止めておる。それ以上のことは今はできぬな。なるほど、一理あるよ。まあいい、迎撃任務には任せておけ。俺たちが当たろう。見事な働き、お主こそ我が宝よ。もっと手柄を上げる。手を狙う。義経を捨ておけば被害が大きい。小早川を寝返らせ、一気に畳みかけよ。この王術が裏切りの合図か。遅かったな。小早川に対する備えが万全だ。家康、一気に畳みかけさせてもらうぞ。吉川殿、お抜かれよ。このままでは本陣が危ない。加勢してくれ。分かったのじゃ。俺にあいつの考えが分かるなら、あいつに小早川の寝返りも読まれて当然。完全に俺の失策だ。窮地に陥った味方を救わねば。すぐは松尾山に陣取っている。あいつがあの用地にいる限り東軍は勝てん。義継、俺は勝つためには何でもするぞ。全軍松尾山は捨ておけ。三成を狙え。開門。あからさまに俺を誘っているな。だが三成を狙われれば出ざるを得んか。重要な局面で引く流れではない。は撃たせぬ。命に変えても止めてみせよう。開門。義継、やはりお前は恐ろしい男だ。だから俺がこの手で撃たねばならぬ。の負け。でも島津は勝たなきゃならない。東軍本陣を脅かした後に撤退する。分かったのじゃ。
恐ろしさ、家康に刻みつけてやれ。北に佐古、中央に島津か。厄介な連中だ。だが義継を欠いた西軍など怖くはない。派手に中央で暴れるみたいだね。俺はその隙に東軍本陣を突く。任せておけ、任せておけ。敵将討ち取ったり。譲れぬものがこの俺にもあるのね。皆が認めよう、俺こそ天下無双だ。もっと手柄を上げる、上を狙う。殿、どうか生き延びてくださいよ。まさか、サコーン！三成、今は逃げて再起を図れ。それが豊臣の世を守る唯一の道だ。生きていたのか、義継。わかった。お前も必ず引くのだぞ。豊臣の世にお前は欠かせぬ。来い、タカトラ。太平を思うお前の覚悟を見せてみろ。セルラ、勝利条件変更。開門。消えなくなれ。義継、最後に戦わねばならぬと。これも流れだというのか。こう、また一つ。義継、長政様とお市様に伝えてくれ。俺は必ず太平をなすと。